はい、こんにちは。物欲ながいじもんもんだよです。今回は Wi-Fi ルーターご紹介いたします。最近では在宅でのテレワーク需要が非常に伸びているということがあって、こういったネットワーク環境 Wi-Fi ルーターも非常に需要が高まっているようです。残念ながら今回紹介するレンタル Wi-Fi サービスも数日前に新規のお申し込み受付を一時停止させていただいておりますとホームページに記載あるように、残念ながら今ちょうど受付はしてないみたいなんですけれども、一旦落ち着いたらまた再開されるかなと思いますので、商品紹介していきたいと思います。結構テレワークする上でやっぱり家にネットワーク環境ありますかみたいなことがね、非常に重要になってくるかと思いますので、企業としてもそして個人としてもこういった Wi-Fi サービス固定回線ない方は急遽レンタルされたという方もね、多いのかなというふうに思います。モバイルパソコン自体もめっちゃ売れてるらしいですね。今回ご紹介するのは無限 Wi-Fi というレンタル Wi-Fi サービスです。今回の Wi-Fi サービス、なんといってもね、特徴は値段です。後ろに見えてる通り3280円月額料金でずっと使えます。この価格は非常に魅力的かなと思いますけれども、いくつかデメリットもありますので、それ合わせて紹介していきたいと思います。先日紹介した同じ機種を使った Wi-Fi サービス、クラウド Wi-Fi というのがあるんですけれども、これは月額が3380円と100円無限 Wi-Fi より高いです。おっと思うかもしれませんけれども、ポイント、月額料金だけじゃなくてこういった Wi-Fi サービス他にも見るべきポイントが大きく2つあるかなと思ってます。まず1つ目は解約の際の違約金です。このクラウド Wi-Fi は月額は100円高いんですけど、解約違約金は無料です。ですのでいつ解約してもお金は取られません。一方でこの無限 Wi-Fi、 月額料金は安いんですけれども、解約する際に費用がかかります。ただ非常に安価になってまして、2ヶ月目以降から24ヶ月目、2年目までは費用がかかります。解約に1年未満だと9000円、1年から2年未満だと5000円と、まあ、それでもね、他の何万かかるサービスに比べたら全然安いですよね。3年目以降は違約金はかからず、端末の返却も不要となっています。そしてもう一つ特徴がありまして、自分の自宅とかね、職場とか使う環境で速度出るのとかね、この端末使い勝手どうなのっていうのを試してみたい方は30日のお試し期間があるというのも非常に大きなポイントです。返却の手数料は1000円と送料、そして使用できるのは 50GB まで。さすがにね、この30日間で使い倒してやろうみたいな使い方する人に向けたものではなくて、あくまでトライアル、自分の環境でこれが使えるかっていうお試しですので、その制限がどれぐらいかかるかとかそういった使い方ではなく、通信環境速度どれぐらい出るかといったのを試すね、目的なのかなというふうに思いますの。返却手数料1000円プラス送料は最後かかるんですけれども、30日間お試しができるっていうのは、やはりね、一度入ってしまうと解約違約金がかかってしまうようなこういったサービスだからこそ、30日間のお試しできるっていうのは、クーリングオフ期間以上にね、お試しできるのは非常に大きいメリットかなというふうに思います。そしてもう一つね、見るべきポイントが最初にかかる事務手数料です。最初の月にほとんどのサービスが事務手数料としてお金を取っております。この無限 Wi-Fi なんですけども、事務手数料の表示が、小さくしかないですね。どっかにね、3000円って書いてあったんですけれども、メインの部分にはこう事務手数料が別途請求されますとしか書いてないので、ここはね、もう少し明記しておいてほしいなと思う点です。どうも3000円みたいですね。ですので3000円と3280円最初の月にはかかるという計算です。クラウド Wi-Fi はこのように初期費用3980円初月のみというふうに記載があります。こちらクーポンで1000円引きですので2980円、まあ実質無限 Wi-Fi と同じぐらいの初期手数料は取られます。ということはこの無限 Wi-Fi まとめますと、月額料金は3280円と他のサービスに比べて安価となっています。ただ2年目までは違約解約金が取られますので、30日間のお試し期間を含めて検討した上で、長期的にこのルーターを使っていくぞという方にとっては、毎月3280円という月額の費用だけでね、使えますので非常にメリットが大きいかと思います。
ただコロコロね新しい Wi-Fi サービスに乗り換えるわっていう方にとっては、まあ、1年目以降ですと安価であるんですけども違約金がかかりますので、違約金がかからないようなサービスを選択するというのも一つの手かなというふうに思います。また料金プランも2つありまして、アドバンスプランというものと格安プランというのがあります。アドバンスプランはこのようにね翻訳機能と充電器の機能もついたモバイルルーター別の機種が提供されまして、月額3880円、そして今回この機種ですね、3280円で、まあ、本当に Wi-Fi の機能だけというものがあります。個人的には600円プラスして充電翻訳機能つけるよりはこの格安プラン使うのがこの無限 Wi-Fi のメリットになるのかなというふうには思います。翻訳とはまあスマホとかね使えば十分かなというふうに思いますので、このあたりは2つのプランからお好きなプランを選ぶというような形になります。そして端末ですけれども、こちらは前回も紹介しましたクラウド Wi-Fi と同じグローバルポータブル Wi-Fi U2S というモデルです。これおなじみですね。このようにストラップの取り付けがあって、このような形ですね。クラウド Wi-Fi で多く採用されている機種です。下りが 150Mbps、上りが 50Mbps というベストエフォートでのスペック値になっています。裏のここには SSID とパスワード書いてありますので、電源つけてすぐにこのパスワード入力するだけでスマホから Wi-Fi サービスつなぐことができます。最新の端末ではないので他の Wi-Fi サービスで言われるような、下り 1GB とかですね、そういったスペックはないのでご注意ください。ただ普通にインターネットのブラウジングだったり YouTube の動画を見る上においては十分なスペックなんじゃないかなというふうに思います。操作も非常に簡単です。横に電源ボタンがあるので3秒で電源オン、5秒で電源オフ、18秒で再起動という操作です。電源オンにしますとこのようにねバッテリー残量今 75% ぐらい、そして電波もこのようにバリ3ですね。こんな感じで電波状況とバッテリー状況を、まあ、こんなランプで見えるという非常にシンプルな確認方法となってます。使用しているデータ量を見たい場合は 192.168.43.1 にログインしますとこのように見ることができます。今 1.99GB 使っています。このようにルーターの表の蓋をね外してベリベリっとね気をつけて外すと、ここに IP とログインの ID とパスワードが記載されてますので、その情報でログインするとこのように使用量を見ることができます。そしてクラウド Wi-Fi クラウド SIM という仕組みを利用してますので、キャリアは選択することができません。ドコモ、 au、 ソフトバンクだったかなから自動的に選ばれるんですけれども、ほとんどねソフトバンク回線というかソフトバンク回線以外私選ばれたのを見たことがありませんので、ソフトバンク回線が選ばれるかなというふうに思います。データ容量に関しては無制限という表記がありますが、どうも 300GB ぐらい超えると制限かかるといったレビューだったりツイッター等での情報がちらほらと見受けられますので、とはいってもね 300GB 私でもそんな容量をルーターでは使えませんので、普通に使われる方でしたら実質容量無制限に等しいかなというふうに思います。では実際の速度を見ていきましょう。時間帯によってもね結構変わってくるんですけれども、今夜の7時45分ということでそこそこ混雑している時間帯かなというふうには思います。ファスト.com での結果はこんな感じ。 6.5 のアップが 18Mbps です。スピードテストのアプリですと 26.3 のアップが 7.67 という感じです。定期的に速度を測って傾向を見てたんですけれども、だいたいね30アップダウンともに30弱、混んでる時はどっちかが10ぐらいに落ち込むかなっていうような感じです。こんな感じですね。 29.3、 30.6 とか36の29とか出る時はねダウン36とか出ますね。ただちょっと落ち込むとこれ昼の2時とかだと 2.75 の10とかこのあたりに落ち込むことも多々ありますが、これはねサーバーとの兼ね合いもあるので、まあ、一概には遅いとは言えないかなと思いますけれども、速度的にはこんな感じでだいたい10から30の間推移する。ちょっと混んでるとこのように 7.67 とかが出るかなっていう感じになってます。いずれにせよインターネットできなくなるといった感じはなかったので、普通のウェブブラウジングであれば問題ないかなと思ってます。ということでいかがでしょうか。変わらない定額3280円が特徴の
無限 Wi-Fi ご紹介いたしました。大学等入って2年ぐらいはね使うでしょうという方は月額料金が3280円と安価ですので非常に有益に使えるんじゃないかなと思ってます。バッテリーも 12-3 時間とねロングライフですのでこれ一つカバンに入れておけばスマホやこういったモバイル端末でのインターネット問題なく常時つながるので便利かなというふうに思います。非常にリモートワーク等でネットワークの需要が高まっているのがこういった Wi-Fi サービス検討してみてはいかがでしょうか。ちょっと新規申し込みされてないのが残念ですけれどもまた再開されると思いますので定期的に情報チェックしていただければと思います。ということで今回も見てくださりありがとうございます。